はい、皆さんこんにちは。愛知トヨタの須郷です。このチャンネルではこの街に良かったを続々とテーマに、さまざまな良かったを皆様にお届けしてまいります。本日はバンテリンドーム名古屋に来ております。なぜここにいるかと申しますと、愛知トヨタがオフィシャルパートナーを結ぶ中日ドラゴンズさんの選手が、クラウン賞を本日受賞するということで、来ております。早速クラウンが届いてるみたいなので、そちらの方に行ってみましょう。レッツゴー。こちらクラウンスポーツでございます。上が全部ガラスになるので開放感があるので、はい、ちょっと狭いかもしれないですけど、でも十分です、はい、あとちょっと、はい、ギリギリ開けたら大丈夫になりました、はい、すごい。タイヤがこれ四駆なんですけど、前も後ろも両方動いて、小回りがめちゃめちゃ効くんですよ。ハイブリッドと PHEV って言って、半分電気も使えるやつもございます。新車の匂いがこれシートはこの色を選べる？選べます、はい。そうなんだ。すごいな。ありがとうございます。バックグラウンドイメージがめっちゃ強い、ね、そうですよね。セダン、はい、めっちゃいかつい感じに変わる。これは5メーターあるんですか？5メーターないです、はいはい、セダンだと5メーター超えます。あ、そうなんですか、はい。はい、ということで中日ドラゴンズが本日勝利しましたので、早速クラウンの方をグラウンドの方に持ち込んでセレモニーをしていきたいと思います。ではじゃあ早速乗り込んでいきましょう。ということで前が開きまして、選手の一周が終わったら始まるということで、ちょっと緊張してまいりましたけど、やっぱね、選手が使う神聖なグラウンドですから、丁寧に運転して、なるべく傷つけないように運転しないといけないので、そこがちょっと緊張しますね。ドアラが見てますね。はい、ではグラウンド入ります。おー、グラウンド入ったらすごい。お、お客さんいますね。こんな経験できんすからね、普通。お、ドアラが来た。ドアラが案内してくれてます。前方ですドアラと事故しちゃいましたYeah!
プロフィールは中日スポーツ総局西澤智弘総局長より表彰状が贈られます。愛知県大一株式会社大森予算代表取締役社長よりグランプラを贈られます。昨年に続いて優秀選手賞を受賞された今の気持ちをまずお聞かせください。はい、2年連続で、このような賞をいただいてとても嬉しいですし、また来年は、クラウン賞を取れるように頑張りたいと思います。自分に自信を持って、相手バッターに立ち向かえていると思います。ハラハラさせてしまう登板も多々あるかと思いますが、まあ、僕が一番ハラハラしているのでどうか温かい目で応援してください。浅尾さんの記録を超えるように来年はやっていきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。松山投手ありがとうございました。最優秀選手賞を受賞されました高橋宏斗投手へお話を伺います。トヨタを代表する高級車のクラウンがご自身に贈られますが、今後ろにございます。このクラウンに対する印象ですとか、実際に近く目の前でご覧になった感想をお聞かせください。はい、まあ、クラウン自体は僕の親が乗っていたこともあったり、すごく縁を感じている車なので、はい、すごく嬉しいと思いますし、はい、見た目もとてもかっこいいと思います。改めてファンの皆様へ一言お願いします。はい、ここまで、チームの状況あんまり良くありませんが、選手全員必死に一戦一戦全力で戦っております。残り試合も本当に少ないですけど全力で戦っていくので応援よろしくお願いします。はい、皆さん本日はありがとうございました。そして中日ドラゴンズの皆さんもこんなにご協力いただいて、僕グラウンドまで今降ろさせていただいて本当にありがとうございました。先ほど高橋選手に、車の説明させていただいたんですけども、人柄もすごくいい方で、野球もとてもうまいという方で、すごくいい方だなと思いました。このドラゴンズクラウン賞に参加させていただいて、こんな貴重な経験、車をグラウンドの中に入れたりだとか、グラウンドの中に立ったりだとかっていう経験ができて、この会社に入ってよかったなと心から本当に思いました。この、チャンネルが少しでもいいなと思っていただいた方は、チャンネル登録いただけたら幸いです。次の動画までまたねー。